じ。なんか欲しかったこのリップの、ね、色がなくて、欲しかった色に近いやつをね買ったんですけど、まあ良かった。でも伝わらんよね多分この画面越しでは。何味？味でもなんか味味あるかな。このシリーズの赤いの持ってましたね。持ってる持ってる。カーテン開けば。アップルブラウンっていう色は名前はそれ。すごいこれまつげがふわふわに見える、ファサファサに見える。マスカラしてなかった、なんかまつげーって感じ。今日なんかしっかりやろうかなってメイク思ったんですけどね、ちょっと時間がなくて思って。白飛びしてない？斜めになってる。となんかまあ家にあったオレンジ系のチーク、このセザンヌのチークはチークですね。オレンジのやつとかなんかオレンジここの部分とか。やりましたね。メール来た。お、早いね届くの。そうメールで結果書いてあるよ。今日の今日の一番目標達成したかしてないか。え、そうそう写り込みスクショする？知りたい？いいよ、じゃ知りたかったらもう一回写します。こうしたらいいか。はい、これ今年はメイク用品の減りが。なんでですか？はい、これでリップアイシャドウは、うん、これでも何でもいいんだよ。これでもここを使ったかも。はい、これもうさ全部隠したらもう分からんのこれ。今ブラウン系なんか雨で湿気がすごくてなんかもうラジオ中は結んでましたね。おきちゃんと同じやつどれですか？あ、これこれありちゃんが最初持ってて、そっから私も買って、みんなどんどん買っていった。みんな持ってるよね。これのピンクとかの色もあるよね。他の私はなんか馴染みやすいブラウン、オレンジ、ベージュ系にした。結果何でも使える。ピンク系とかはなんか何にでも何でも別に代用できそうだなと思ったんで。前髪濃くしたいんですよね私。濃くっていうかシーシル系
いつもどうしても結局なるから。と重くしたい。もうロム&のリップはね、なくして買っての繰り返し。だから今あるのはこれとこれ。どっちも8番だ。すごい。なくすなくす。どこに行っとるんかな、私も分かんない。シースルーやめたくなった。なんかやっぱ梅雨とかで雨降ったりするとさ、なんかなんていうの、結果なんかセットしてもみたいな感じ、量が多かったらキープされやすいかなみたいな。こっちなんか取れてない。この頃自分好きだったのは近くの一本道。あ、待って、今なんかイモースのなんか企画やってる？ごめん、全然考えてなくて。やっちゃった。ごめんね。これだけ全然違くない？また、もっとまつげがバッてあればもっと大きくなるんですけど、今日はもうラジオだけだったんでね。もうすぐ終わる。本当？じゃあ私もうすぐ終わる。でも。次はいい？何が？なんかもう雨でも止むみたいです、今日の天気。見てた。そう、風がさめちゃなんか強くてびっくりしました。明日は晴れかな。広島県南部は明日は晴れっていうか、うん、降水確率は明日の夕方まで 20% だね。そう、傘壊れるかと思う。いや、そうね、あの反対にバッてなってめっちゃ恥ずかしかった。でもめっちゃ恥ずかしいけど一瞬で直した。一瞬で直しました。あれ直せる、そう直せる、直した。いや、ほんまに私裏返った傘一瞬で直すプロ。いや、プロです。だってもう恥ずかしくない？しかももう直らんかったら嫌、嫌じゃん。もう秒で直す。安い傘直らん。あ、安い傘直らんですね。今持ってる傘って何の傘だっけ。そう、直せる直せる。なんかバキバキに割れた感じとかじゃなかったらいけます。直すコツ、なんかもう全部の傘の骨に力を入れてやる。あと勢いですか。よくあるよくあるみたいな感じのテンションで。
100円ですぐ壊れる。あでもなんか最近近くコンビニとかでも100円以上するもん。わかる。裏返せる人が子供の頃強かったよね。どれだけ傘をコウモリ傘って言うんですけど、裏返せるかっていうのをめちゃめちゃ競ってた。高い傘？でも基本ビニール傘しか買わないかもしれない。逆に忘れるのも覚悟してめっちゃ安い傘ばっかり。そう、コンビニのビニール傘って結構いいお値段しますね。なんかドラッグストアとかですかね。そう、バットみたいに振ってバッて。でもなんかもう今日あのラジオ中国新聞社出て空見たらもうめちゃめちゃ晴れ間が出てて、晴れだって思いましたね。あの空撮った、晴れたすぐの空メールで送ります。なんか虹とか出そうな勢いだった。あ、東京、あ、マジ関東めちゃめちゃそんな雨なんですね。マジか。トメヤさん、肩たたき券ありがとうございます。肩たたき券めっちゃもらうけどさ、誰も肩たたいてくれないから、どっかで使いたいな。なんかもう肩こって。イモースのリモートに参加して、おお、あれどういう感じだったんですか。奇跡起こせみたいな、ミラクルみたいなやつでしょ。肩叩いてお小遣いもらってた。うん、いや白髪抜いてました。それでお小遣いもらったりした。なんかプラスで。木曜日のもリモートの企画、あ、木曜日のやつは何ですか？何ですか？あれ木曜日か。へえ。土日かなと思って、え、待って、あさってじゃん。じゃああんま知らないんですよね。何も言われてない。ツイッターで知ったから。あれでも楽しみ。ファンの人参加型、あれは私が聞くのもあれなの、なんかあれだけど絶対違うと思うけど。まだちょっと聞いてみます。今夜聞いてみて趣旨が理解したらまたメールで。オタクは参加できません。じゃあファンの方が参加する系のやつで。コナマさん、なるほどね。あ、じゃあのコメント出る系か。上に Zoom愛で教えてくれ。 Zoom のねやつ大変ね。あ、ベートーベンさんの MC っていうのだけ知ってる。アンニョン、アンニョン、アニファスよ。え、楽しみ、楽しみっていうか、え、シリトリとかと楽しみですね。ではじゃあ明後日楽しみにしててください。後ろのゴム鳥、え、どれ、ゴム鳥ってこれ。あ、そう、チリメンパーティーもね、次回のチリメンパーティーは私ねのほなかと同じ妹ユニットのピンマイカ2期生の今泉ミリアちゃんかな出演します。マイカーとして初仕事。あの発表があって以来かなと思うので楽しみです。
なんかお便り待ってます的なツイートがちりめんパーティーさんであったよね。だから見てください。ピンマイカね、かっこいいよね。ピンマイカって名前、今泉さんよく名前聞くからどんな子か知れるのか楽しみ。私も2期生とあんまりお仕事したことないんですけど、ミリアちゃんと2人でお仕事って初めてなんで、いいところを引き出せるように頑張ります。はい、そうですね、ぐらいですかね。もう20分なのでちょっと終わろうかな。でも今日はねラジオでも言ったんですけど、おうちで STU 企画のおうちデート動画のくじも始まってます。期間限定7月5日ぐらいまでなので、そう、あれメンバー全員じゃなくて人数決まってるんですけど、私も撮ったので見てください。はい、もう引いた方は見た方いるかな。そう、おうちデートをもう必死に考えてリアルな感じになってますので見てください。はい、ハートありがとうございます。頑張ってきました。あ、そうなんですね。感じですかね。逆に他のメンバーのどんなのかちょっと気になるところもありますか。ちょっと頑張ってやってください。肩こっとマジで。では終わろうかな。なんかここまで前髪だったらどうなるの。湿気との戦いですね日々。でも明日はなんか大雨ではないっぽかったんで、広島は。なのででした。またメール送りますので見てください。はい、じゃあスペシャルギフトを読みたいと思いますね。私も髪切りたいなってちょっと思います。のんちゃんの見て、何でも可愛いよね。もう何しても可愛い、似合う。のんちゃん、はい、読みますね。あきさとさん、くろちゃんさん、かっぱらみきやさん、ともやさん、まおさん、ともやさん、一回読んでた、ありがとうございます。スペシャルギフト、はい、という感じで。でも何回も言うけど、生誕祭今年はちょっとロングでっていうのは一応目標としてあるので、なんか我慢する、うん、思います。そこは絶対ロングがいいんですか、ファンの方も。いやマジで耐えるか耐えれないかですね。もう切っちゃえってなったら なってしまった時なんですけど、21歳の生誕祭をちょっとロングヘア、黒髪ロングでちょっとやってみたい。いきなり切りそうで、いやいきなり来ると思いますよ。その時は突然に来ますよ。そう、応援してね。じゃあロングがいいよって。だってもうさ、大人になったらあんまりロングってやらないですよ本当に。うん、去年はね結構切ってすぐだったので。こんぐらいもでもいいよね。なんかこんな感じ。ショートにしてもエクステしそう。
マジ？なんかこう、そう、まだロング一回やりたいなって思ってますね。でもまあロングっちゃロングなんかな、今も。もうちょっとかな。でもね、私いつも小学校ぐらい、小学校はめっちゃ長かったんだよね。中学校ぐらいかもう切ってたので、てたので、あのね、もうね、ある程度この長さみたいになったら、あの伸びてこないらしいです。そう、いつもこことかでジョギンって切ってたら、もうこっから伸びるのが遅いんですよね。ここまで伸びるのは結構早いんですけど、だからロング、いつもロングって方は全然伸びるのあれなんですけど、ずっとボブとかミディアムぐらいで私切ってたので、そっからロングって難しいらしいよ。だからほんと徐々に徐々にって感じ。だからもう全部歌とかと一緒ですよね。もううまく、めちゃめちゃ下手、下手とかないけど、なんかまあれ、なんかのスポーツとかと一緒、めっちゃうまくなるのはあれだけど、とか維持したりするのってさ、あれじゃん。そう、そうなんですよね。でも一応伸びるからね、人間なので髪はここで止まるわけではないと思います。伸びる速さがちょっと、修造さんありがとうございます。お疲れ。部活やってる時はもうほんとショートだったので、バレー部だったんで大丈夫ですね。前髪って確かに、前髪伸びるのはめっちゃ早い。うん、鎖骨超えたらロング、そうかも。でもやっぱイメージがありますよね、背が低い子ってなんかロングしても長いとか、背が高い人はとか、めっちゃ悪くない？イメージとか本当にめっちゃある。うーん、去年の生誕祭の長さが、生誕長さ、もう本当私もそうかも意外と。でもちょっと待って、伸ばします。しかも結構メンバー切ってる傾向にあるので、ちょっと気が済むまで伸ばしてジョギンって切りますね。のんちゃんも多分切りたかったんだろうなって思ってきた。なんかで、みんな切っても可愛い、伸びても可愛いけど。はい、みおさんアイスありがとうございます。アイス食べたい、めっちゃ。なんか動物見て。はい、じゃあランキング読みたいと思います。読むね、やばい。13位、おすごい、ミラーボールのちょっと読みますね。うちに13位クロちゃんさん、12位ニコボヤさん、11位ノブルアットマーク小夏の部屋さん、10位ミオアットマークさん、9位マジッポさん、8位オカポンさん、7位ピカさん、6位タケトさん、5位フユチャさん、4位ヘンダーソンさん、3位ブラッキー TD さん、2位アキサトさん、そして今日の1位はドゥルルルン、カピバラミキアさんです。おめでとうございます。カピバラミキアさんのマカートにストライクです。ありがとうございます。あのメールにも書いてあるんですけど、今日本当にメール、あのラジオの方のお便りメールがめちゃくちゃ多くて嬉しかったです。ありがとうございます。なんか50通以上来てたみたいで、あのもちろん私に送ってくださったりとか嬉しいんですけど、イブニングストリームとか大事にしてくれたりしてくれるファンの方があの多くて、それが一番嬉しいかな。初めてメール送りますって方とかも多いので、はい、嬉しいですね。あ、そう、今日で6月が終わりみたいですね。30日までなんで、7月、これが上半期が終わったっていうのかな、終わったっていうのかな、多分確かなので、ねえ、すごいよ本当に、すごい、何がすごいか分からんけど、いや本当に早い、下半期なんかな、半分終わったってこと、1年がやばいやばいやばい。でもなんかこの本当に上半期は会えない、まあ今もそうですけど、会えない時期とかも長かったですし、なんかいつも違う感じのなんかこあれでお仕事だったりとかも本当に会えないとかありますけど、なんかそれも含めて下半期は